皆さん、今僕夢のような空間にいます。映画を見てすぐなんでね、余計になんかね、またちょっと映画の世界にちょっとなんか浸ってるような、そのすごい本当幸せです。本当にじゃーん、やばいっしょ、これすごくないですか。コラボルーム来ました。すごいな、なんか中野家の姉妹と5人となんかこう来てる感じですよ。イチカドリンクを頼みました。イエーイ。なんとね、これね、ランダムでね、これね、入ってますよ。見てみたいと思います。このね、招き猫のね、入れ物の中に入ってたんですよね。誰でしょう、俺の嫁は。もちろんイチカ。イエーイ、よっと、イチカ。イエーイ。もういちかを知っても分かるもんね、頼んでるもんでね。ランダムといつとこれ見えるか持ってくるっていうのはすごく優しい店員さんですね。よかった。これね、あのルームの入場特典でこれ、こんなカードをもらいました。嬉しいな。なんか地味にこのセーパーのいちかちゃんでよく見えるけど、好きなんですよね僕、この感じ。もううわ嬉しいわ。これはあのね、グッズも売ってるんですよ、いろいろ。ここにね、なんか書いてますけど、これはドリンクの方でね、一から僕が頼んだんですけど、映画ミクもすごく良かったんですよ。あの学園さんのキスシーン、ミクのたまないですね、やっぱり。あれ映画であってミク、一かももちろんですけどね、あのコミックス読んでた時に確か僕言ってたと思うんですけど、なんか改めてミクもいいんだよな、ミク幸せになってほしいなって。なんか映画で結構補足された情報とか、あそこをそうやって作るんだとかもあって、すごく良かったです。ただ試験品はもらえませんでした。入場特典はもらえてません。これね、このルームに来なきゃ買えないものなんですけど、ルームに来なくても招き猫に来れば買えるみたいなんですけど、まあでもね、買いました。これ IC カードステッカー、 IC カードと言いながら多分僕はノートか何かに貼ることになるかなと思ってます。本当に IC カードに貼ってもいいんだけどね、なんかなんか常に持ち歩いていいですね。トンちゃん、トンちゃんのずっと四つ葉みたいなの、四つ葉ね、よかったよね。トンちゃんも映画ね、行けてね。映れる映れるわ、ちゃんと。そうだね、もううちの林さんじゃねえか、それ招き猫ね、三毛猫だね、この子も多分ね。そうこれ、ね、でもこの猫も死ぬほど可愛いよな、なんか。うん、イチカもいいけど、もうイチカは最高、もうイチカは最高だけど、2番目って言ったらミクだから。トンちゃんはね、もう四つ葉ちゃん好きだもんね。そうそう、トンちゃんね、四つ葉ね、好きだから。もうあと一緒に撮ってあげるからもう。分かった分かった。うん、でも、やっぱ映画良かったです。2時間ぐらいあるんですけど、うん、すごいなんか泣きました、結構。ブルーのね、まあ原作でどうなるかって言ってたら、ちゃんとやってくれましたね、ここもね。うん。これをね、風太郎くんが写真を撮ってる手ですよね、なんか。で、この花嫁。まあ、ショートでちゃんとね、僕なしでも撮ってるね、そっちの方をね、余計なものを映ってない方がいい人もいると思うんで、それを見てもらえたらなと思います。イチカドリンクね、飲んでみたいと思います。エナジードリンクとね、なんか、カルビスかなんか、だかな、お酒じゃないですよ、いずれにせよ。美味しい、ね、いやもういいわ、もうこの夢のような空間でね、2時間とりあえず過ごしてね、過ごしてねと言いながら、カラオケねどころじゃないよね、これでも。でもちょっとは歌おうかな、全然関係ない歌ってみたところでもいいな、な感じです。もう一かいいわ、もう一か、イエイ。たこ焼きもね、買ってきました。あとはね、なんだっけな、たこ焼き屋さんね、あっちっち本舗っていうとこね、大たことかの近くにあるとこですね。大たこと並んでたのがそのお店だったのかな。大たこって今の場所からちょっとずれてね、もともとやってたとか、まああそこは長いことをね、お金も払わんとやってたっていうことなんですけど、うん、大田区のたこ焼きはね、そこがたまんなく美味しいわけじゃないです。
どっちか選べるんだったら僕はその大田湖の横にあったものたこ焼き屋さんも美味しかったのと、やっぱりこの辺だと一番はねもう甲賀流ですね。うん、こんな感じかな。まあとにかくねこの素敵な空間で楽しい時間を過ごそうと思います。チャンネル登録お願いします。いいねもどんどん押してください。いつぞこちゃんシリーズはでもこれでとりあえず一旦終わりなのかな。まあなんかまだでもこれからねいろんなコラボとかまたあるかもしれないんで、それも楽しみにしながらねやっていきたいと思います。それでは皆さんジメリー。